カフェステラと死神の蝶。やっぱり高いところから見る景色は気持ちいいですね。夕日も綺麗です。ははあ、そんなに見つめちゃってまたやらしいことを考えてますね。分かってますよ。本気で言われてるって分かるから照れるんじゃないですか。ありがとうございます。私も大好きですよ。今日は本当にありがとうございました。私のわがままに付き合ってくれて。そんなこと言ったら仕事と私どっちが大事なんですかって言っちゃいますよ。胸を張ってそういうこと言えるのは昴生さんっぽいですね。すごく綺麗ですね。夕日くらい今までにも見てきましたけど、こんなに綺麗だと思ったことはないかもしれません。はい、そうですね。昴生さんと過ごすようになってから毎日が楽しいですよ。本当のことですから。一人でいても好きな人のことばっかり考えて、実際に会ったら想像してた通りにはいかなくて、でもそれが楽しくて、次はこんな話をしたい、あんなことを一緒にしたい、そんなことを毎日考えてばっかりで、明日が待ち遠しくなるなんて初めての気持ちです。ありがとうございます。あの時逃げた私を諦めないでいてくれて、おかげで幸せを知ることができました。こんなに素敵な気持ち、一度味わってしまったら病みつきです。生まれ変わってもまた幸せになります。明日が待ち遠しくなるような毎日を過ごしたいと思います。絶対に昴生さんも忘れないでくださいね。また痛いところを。どう言いますか、忘れてほしくないのは私自身のことではなくて。そこでキスを持ち出すあたりがやっぱりやらしい人ですよね。まあ私もキスってすごいと思いましたけど、なんかもう言葉にできないくらいすごかったですけど、私幸せです。約束忘れてませんよね。ちゃんと守れそうですか。その言葉忘れないでくださいね。絶対ですよ。今度こそ幸せになってください。そうでしたね。ねえ昴生さん、大好きですよ。